今日はジャズなどのアドリブソロ練習に最適な曲についていろいろ話をしていこうかと思っております。はい、どうもでーす。ジャズベーシストの森田哲夫です。どうもよろしくお願いいたします。今日もよろしくお願いいたします。早速始まりましたけど、動画アップされてる日が木曜日ということでね、このチャンネルでは大好評大恒例になっております木曜のおしゃべりタイムというふうなコーナーもあるんですけども、今日もね、本当はそのトピックの流れでね、いろいろ話をしていこうかなと思ったんですけども、ちょっとね、いろいろ考えてみたら、お話タイムというだけではなく、結構ね、実技的なこととかも具体的に踏み込むというふうな感じの、まあ、流れの方が分かりやすいかなと思いましたので、今日はね、木曜日ですけども、木曜のおしゃべりタイムではなく、まあ、いつも通りね、実技的な話をしていこうかなというふうに思っております。そしてですね、今日どんな内容の話をしていくかというと、これもね、冒頭に話しましたように、ジャズなどのアドリブソロの練習についていろいろ、曲についてね、話をしていこうかと思います。これまでにもね、ジャズのアドリブソロの、ハウトゥーの話っていうのはね、もういろんな切り口にわたって話をしてきております。なので、もし今日の話とかね、いろんな曲上げていこうかと思いますので、向いてる曲とかをね、主に上げながらどうしてなのかっていう説明もしていこうかと思いますけども、もしね、面白かったとか、なんか興味ありそうだなと思っていただいた方、初めて見られてる方いらっしゃいましたら、上にね、リストを上げときますので、もっとね、今日はかいつまんでというか、まあ、どんな曲でどうしてそういうのが向いてますよっていう話を中心にしていきますので、具体的な方法だったり、大事な部分っていうのは、もういくつもの動画にわたっても話してますので、上にね、上げたリストから、アドリブソロのものがありますので、見ていってください。よろしくお願いいたします。そして、それ以外にもね、それを補佐するような大事な練習、すべての楽器のね、今日ももしかしたら最初にポンと出たかもわかんないですけども、すべての楽器の方に向けての話もたくさんしておりますので、まあ、上にね、ちょいちょいといろいろリスト上げていきますので、よかったらね、そちらも合わせて見てみてください。なんか一個の練習だけというよりも、いろんな複合的な練習が大事になってきます。そして、今日どんな話を具体的にしていくかと言いますと、まずですね、このアドリブソロの、まあ、練習に向いている、まあ、曲って何なのかということで、まあ、曲を上げたいんですけども、と言いましても、まあ、その練習の仕方、今さっき言いましたように、まあ、一個の練習をすれば終わりというわけではなく、いろんな練習を複合的にやっていくことによって上手くなってきますので、技術が上がってきますので、なので、今回僕がね、一番おすすめしている方法におすすめの曲を上げたいので、まずはね、デモ演奏を聴いていただいて、ベースで今日弾きますけども、すべての楽器の人が同じことできますので、そして、それがどんな風な感じでできているのかっていう説明を改めてしていきます。そして、それができるためには、まあ、やりやすいためには、どういったことが、まあ、コード進行の並びが特徴的だと、その練習に向いているのか、それを具体的に曲とかを、まあ、2曲ぐらいか取り出して、話をしようかと思っております。そしてその後に、まあそういった曲って具体的にどういうのがありますよっていうのをまあ数曲挙げて紹介して終わりという風な流れにしようと思いますので、特にね、アドリブ練習をこれからしたいなと思う方とか行き詰まってる方にももちろんですけども、結構中級者ぐらいまでには結構該当するような結構重要な話をしていきますので、よかったらね、最後まで楽しんで見ていてください。そして先ほどにも言いましたけど、ベースさん以外の動画もこのように定期的に上げております。もちろんベーシストなので、ベーシストさんに向けては、もう本当始めたばっか。ジャズ、今回の場合だと楽器始めてすぐというのは厳しいと思うんですけど、ベースさんに向けては、昨日今日楽器を手に取ったばっかの人でも、すごく上手くなる。今日の練習が、まあ、半年ぐらいもあればここまで来れるかなというような、驚くほど上手くなるようなベースさんに向けての話もたくさんしてます。なのでベースさんね、一応それも上げておきますね。ベースさんにももちろんね、見ていってもらいたいんですけども、それ以外の楽器の方も、そういったね、ベース向けの、動画の間にね、定期的に、すべての楽器の方に向けても、たくさん話しておりますので、もしよかったらね、ベースさん以外の方もね、初めて見られてる方、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒、まずはチャンネル登録からよろしくお願いいたします。そして、今日も少しでも面白かったとか、ためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いします。ではね、まず今回の方法。まあ、いつもの方法なんですけどもね、それだけでアドリブソロを取りました。難しいテクニックは使っていません。という感じでね、まずデモ演奏を聞いていただいて、今日の流れ、いろいろ話をしていこうかなと思っております。どうぞ。ベース、ベース、ベース。
はい、どうもです。デモ演奏を見ていただきましたけど、いかがでしたでしょうかね。途中でね、ポンとね、出たかもわかんないですけど、文字とか出たかもわかんないですけど、すべての楽器の人、全く同じことができますので、ご自身の楽器だと思って、今日は話を聞いていってみてください。すべての楽器の方に向けて話をしていきます。まずですね、いつもながらなんですけども、あの方法っていうのは、まあ動画を長いこと見られている方だと、まあこれはね、もうこのチャンネルのお箱でもありますので、まあもう今から言うことをよく存じている方もね、たくさんいらっしゃると思うんですけども、改めて聞いていただいてね、もしくは初めて見ていただいて、まあどうだったかというふうに聞くならば、本当にね、至って普通のアドリブソロ、まあかっこいいというのはね、ちょっと僕自身が演奏してるのでおごましいですし、まあレジェンドだったり大先輩の演奏だったりとか、まあもっとね、言うなら細かいところに目が向けられたりした方のが、かっこいい部分もたくさんあると思うので、まあ、まだまだね、僕も練習もっとしていかなきゃなというところなんですけど、でもね、まあ、普通に聴いていただいて、十分かっこいいソロに聞こえたと思うんですよ。で、あの演奏って、実は一つのことしか考えていません。ただ、一つの方法を使ってるんですけども、実はその時に、いろいろちょっとね、考えてもらいたい。難しい話ではないんですけど、意識してもらいたいことっていうのがいくつかあるんです。で、そういった方法を今さっきのね、アドリブソロのリストに挙げてるんですけども、それを、まあ、しっかりと練習していくことによって、実はね、ちょっと難しめな細かなテクニックを練習していく。まあ、もちろんそれも大事なんですけど、そういった練習ではなかなか手に入らない、まあ、特にね、まあ、初期段階だとなおさらなんですけど、結局上手くなると絶対必要になってくる、まあ、テクニックだったりとか、まあなんていうか考えられ方だったりとか目の向け方みたいなのが、まあその練習から得られますので、まあ今日もちょっとねその辺も話しようかと思うんですけども、なのでね、これから話す方法をまずね、もしよかったら取り組んでもらえるといいかなというふうに思います。で、あの方法何で弾いて、どうやって弾いてるのかというと、頭の中で考えたものは、ドレミファソラシドしか使ってないです。で、まあもちろんね、あのドレミファソラシドと言っても、オクターブ域はもうちょっと広く使ってますし、順番に弾くだけではなく、まあなんていうかこう、いろいろな順番を入れ替えてはやってるんですけど、ドレミファソラシドの成分しか使ってないということになります。で、ただこう言われると、ドレミファソラシドってね、まあ CDFGABC なのかというふうに思う方もいらっしゃるかもわかんないですけど、まあこのチャンネルではね、まあポピュラーミュージックに、まあ都合がいいというかね、まあ音楽の、まあ本来クラシックも一緒だと思うんですけど、本当は音楽の根っこ、曲の根っこというのを考えていくと、まあトーナリティといって、まあ一つの音にね、集約することの曲の方が多いので、まあ、移動度で考えていくと非常に分かりやすいと思います。本来ならクラシックとかもね、そういうふうな考え方でやっていくと、もうちょっと曲に深いところに入っていけれるんじゃないかなと思いますけど、まあクラシックはね、主にね、固定度で語られることが非常に多いですけども、聞いた話によるとね、専門家の方に聞いた話によると、クラシックの方でも作曲をされている方は移動度で考えてられる方が多いというふうに伺ってますので、まあ最終的にね、やっぱりその、今回のね、アドリブだったりとかっていうのは、まあ、ある種ね、その場で作曲をしている、メロディーを作曲しているみたいなところも、まあ、なくもないと思いますので、なのでね、ぜひ移動度で考えていってもらいたいなと思います。で、まあ、今回の曲、どんな曲を取り上げたかというと、これも一番最初にお箱。もちろん最後にも曲の例であげたいなと思ってるんですけど、There Will Never Be Another You という曲になります。で、この曲は通常、まあ、日本だとインストでよく演奏されるキーっていうのが E フラットメジャーキーなんですよね。なので E フラットからスタートするドレミファソラシド。もちろんなんですけども、今回ね、ピアノとか、ギターとか、ベースとか、ウクレレ、まあ、その他、C 読みの楽器、トロンボーンとかもそうですかね。とかだったりすると、そのまま E フラットでいいんですけど、テナーサックスやトランペットの方、B フラット管の方、もしくは、アルトサックスの方、E フラット管の方だと、おのおののキーに、まあ、転調というかね、してもらう必要はあります。まあ、ただ、同じドレミファソラシドということなので、まあ、それを使って練習していくといいっていう感じになります。まあ一番最初の概要としてはそんな感じになります。で、ちなみになんですけども、このドレミファソラシド、自由にね、まずドレミファソラシドを流暢に弾けないよっていう方は、やっぱりね、曲を練習する前にドレミファソラシドだったり練習していただきたいですし、まあそのユニアスケールのリストも上げときますので、いっぱい練習できるようになってますので、よかったらこちらを見ていてください。それ以外にもですね、まあドレミファソラシドって順番に弾くだけじゃなくて、いろいろね、今回もそうなんですけども、順番以外のものをたくさん使っているのがメロディーライクになっていくことも多いですので、なので、例えば、サンドインターバルだったりとかっていう練習とかも上げてたりとか、それも上げときます。あとは最近だと、コードトーン練習とかっていうのも上げてたりするので、よかったらね、それも上げときます。なんか、5つまでしか上がらないので、もし全部上げられなかったらすいませんけども、再生リストのところからね、インターバル練習とか、コードトーン練習とか書いてあるので、よかったら見ていってください。
そして、この後ね、細かい話をしていくんですけども、理論的な側面も必要になってくるので、まあ、そちらもリスト上げときますので、よかったら合わせて見ていってください。一応このチャンネルで話していることっていうのは、一個一個単独しているものではなく、最終的に全て演奏に必要なものとして集約される話しかしていませんので、まあ、そのような感じで見ていってもらえるといいかなと思います。では一回ね、ここでインターバルを挟んだ後に、じゃあ、まあ、今回ね、ドレミア・ソラシドで弾く練習に向いている曲を、どのような感じで、コード進行の並びですね。どのような感じで選定していくといいのか、というふうなことをね、ちょっと具体的に、まあ、2曲くらい取り出して話をしていこうかなと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、具体的に今回のこの練習に向いているコード進行。まあ、最後にはね、いくつか曲を ご紹介しようかと思うんですけども、まあ、それだけではなくね、やっぱり自分でね、この曲使えるのかなと、こういう練習使えるのかなというふうなものだったり、ご自身で曲を探してもらえるともっと有意義になると思いますので、まずはね、その曲、向いている曲を探す方法というふうな話を、今からちょっとしたいなと思います。でね、今さっき演奏した There Will Never Be Another You という曲を、まあ、EC 読みの E フラットメジャーキーで書いてあるコード進行をこちらに出してみたいなと思います。出してみます。ほい。出てきました。メロディーとかがね、通常だとジャズスタンダードブックだと書かれてるんですけど、今回もね、まあ、著作権とかいろんなね、大人の都合もありますので、まあ、コード進行だけ出ております。で、まあ、32小節、こう、全部出てると思いますし、もしかするとね、ちょっとスタンダードブックとかね、お持ちになられてるものと、ちょっと違うようなコードに見えるようなものもあるかもわかんないですけども、まあ、基本的に、まあ、同じようなものとしてね、まあ、この、まあ、同じようなものとして、まあ、僕はこっちのコード進行で覚えてるので、こっちで解説していきます。基本的にこっちの演奏のコードで書いてあるものと、まあ、ほとんどの方が持ってられるであろう、いろんなスタンダードブック僕も見てますけども、それとは、まあ、このコード進行のものとは、ほとんど一緒だと思ってください。昔よく使ってた青本っていうのがあったんですけども、まあ、それだとね、ちょっとこの There Will Never Be Another You は現在やられているコード進行とはちょっと違う風に書かれているので、まあ、主にね、やられている方法とは違う風に書かれているので、青本とはちょっとずれてますけども、一般的に最近セッションで使われるコード進行とほぼほぼ同じだと思ってもらったらいいと思います。では解説していこうかと思うんですけど、まずこういう風に曲が出てきた時に何を見ていただきたいかというと、ドレミファソラシドでできる原理というのは、そもそもダイアトニックコードが非常に多い曲が向いてるんですよ。で、じゃあダイアトニックコードってどうなのかなという感じでね、まあ今日は理論のね、授業の話ではないので、あまり細かくは話してきませんけども、理論ね、詳しく知りたい方は今さっきのリストを出したもの、それは絶対上げてると思うので、よかったらね、最後に、理論とかで、習得しやすいのが音楽理論2022といってね、2022年、去年にまとめて話したものがありますので、それが多分順序的には習得しやすいと思いますので、今日もね、教材とかもね、その動画見ながら勉強できるような教材とかもあるので、一応それもね、下にいつも通り説明欄にね、販売してるノートというサイトの URL 貼っときますので、よかったらそちらも見ていってください。今日はあまり細かく話しませんけど、ざっくり話していきます。まあ E フラットだと、7個あります。E フラットメジャー7、それから F マイナー7、G マイナー7、それから、A フラットメジャー7、B フラット7、それから C マイナー7、D マイナー7、フラット5というのが一応、まあ、メジャーのダイアトニックコードになると思います。で、そちらをね、まあ、今出てるものの中に、赤いラインをね、ちょっと弾いてみようかなと思います。弾いてみます。ほい。弾いてみました。ではね、まあ、これ見てみるとね、まあ、結構あるんですけども、まあ、全部というわけではないと思うんですよ。じゃあ次どうなのかというと、まあ、ダイアトニックコードの中には、3つのマイナー7というものがあります。このマイナー7というものが変化しても、あまり変わりないというか、まあ、曲の便宜上ね、まあ、いろんなコードとかね、難しいコードとか、おしゃれなコード使われることもあるんですけど、まあ、このマイナー7、2度マイナー7、3度マイナー7、6度マイナー7が、2度7、それから、3度7、6度7に変わるものっていうのは、まあ、使い方によってはね、本当は結構インパクトのあるものもあるんですけど、まあ、ひとまずね、そんなに大きな変化じゃないだろうということで、まあ、その、2度マイナー、2度7、3度7、6度7に変わってるところっていうのを、まあ、青のラインで弾いてみましょうかね。青のラインで弾いてみたいなと思います。ほい。弾いてみました。こう見ていただくと、結構な割合になってくると思います。弾いてないところを見ると、B フラットマイナー7、E フラット7というところですね。これは、まあ、個別にちょっと解説すると、ここは A フラットメジャーキーっぽいサウンドになってます。まあ、A フラットメジャーの 4度メジャーに行くための 2-5 という風な感じになってますけど、まあ、これも細かい話をしていくと、E フラットと A フラットっていうのは、キーが、4度違うだけなので、実際ドレミファソラシドを弾いてみると、
まあ、A フラットのドレミファソラシドを弾くと、E フラットと違うとこっていうのはどこなのかなと。E フラットのドレミファソラシドと違うとこどこなのかなっていうと、D と、D フラットの音が違うだけということなので、まあ、6個同じ音がドレミファソラシドの中で使われてるよということで、まあ、比較的近しいものなのかなというものになってたりします。まあ、それ以外にも、まあ、Am7 フラット5、D7 のところとかっていうのも、まあ、細かい話をするとね、いろいろ理由はあるんです。まあ、これもでもね、E フラットの何かにちょっと近しいもののコードだと思ってください。そうすると残ってくるのが3段目とかの Am7、Db7 ってあたりなんですけど、これもサブドミナントマイナーっていうものになってます。こちらはね、結構おしゃれなコードで、いろんな曲で出てくるんですけども、まあ、ここはね、1小節ですよね、というふうな感じになってます。まあもちろん細かくね、こういったとこだったり、なんだったり、ブルーのね、ラインが引いてある、ちょっと変化したもののところが細かく表現できたりとか、ダイアトニックコードでも、まあそれ以外の表現とかができると、もっと面白くはなっていくので、最終的には、まあそういった細かいところが出せる。まあもっと言うならば、ドレミファソラシドだけで弾いていても、まあ美味しいポイントって変わってますので、ドレミファソラシドの中でも。なので、それ辺をきちんと出せれるようにはなってもらいたいんですけども、まあ、ひとまずね、細かい練習をするのは難しいですし、まあ、細かい練習じゃないところをやることによって、最初にも話したように、それ以外のすごく重要なところにも目が向けれるようになりますので、まあ、なので、まあ、こういったね、ドレミファソラシドだけで弾いていく練習というのをまずお勧めしてますというふうな感じになってます。といったときに、やっぱりドレミファソラシドに近しい音のコードがたくさんあった方が都合がいいわけですね。なので、このような感じで選定していくという感じになります。ではね、一回ここでインターバルを挟んだ後に、もう一曲取り上げて、その後具体的な曲だったりとかっていう話をしていこうかなと思います。ベース、ベース、ベース。はい、どうもです。ではね、続けてもう一曲だけ取り上げていこうかなと思います。こちらもね、アドリブ練習の初期の段階で、取り上げている曲なんですけど、酒とバラの日々、The Days of Wine and Roses という風な、曲を取り上げてみたいなと思います。同じくコード進行を出してみます。ほい。出てきました。こちらも見ていくと、まあ、ダイアトニックコード。これ、F メジャーキーになります。今さっきと違う感じですね。F メジャーキーのダイアトニックコードは F メジャー7、それから G マイナー7、A マイナー7、B フラットメジャー7、C7、それから D マイナー7、そして E マイナー7、フラット5というものになってます。こちらもね、すぐ探せられるようになりますので、ぜひね、理論のね、リストも見ていってもらえるといいかなと思います。挫折した人でもしっかり習得される方は非常に多いのでね、わかりやすく話します。多分どこよりもわかりやすく話していると思うので、ぜひぜひ見ていってください。しかもね、必要なものにね、直結できるようになってますのでね。で、こう見ていくとどうなのかということと、今さっきのね、ブルーで弾いた、まあ、2度マイナー、3度マイナー、6度マイナーがね、セブンスに変化したものどうなのかってことで、ここ見ていこうかなと思います。ライン弾いてみますね。ほい。出てきました。というような感じになってます。結構多くなってますね。で、これ以外のところっていうのも、まあ、正直いろいろなくはないわけですね。例えば2小節目の E フラット7だったり、B フラットマイナー7、E フラット7。これね、今さっきも同じように B フラットマイナー7、E フラット7と同じコード進行がアナザイト出てますけど、キーが違うので、役割はもちろん変わってきます。今回何なのかというと、この今さっき言った3つの箇所っていうのは、同じくサブドミナントマイナーというものになってます。今さっきのアナザーユーで言うなら A フラットマイナー7、D フラット7のとこですね。まあ、今回はちょっと2小節ついてたりするので、今さっきの曲よりかは配慮が必要なのかなっていうのは配慮が必要なのかなっていうポイントはあります。まあしかしながらね、見ていただくと、こう赤とかブルーのラインっていうのが非常に多いんじゃないかなと思います。それ以外にも B マイナー7、フラット5、E7 っていうのがあると思うんですけど、これも、まあ、細かい話は今日はしないですけど、これも F メジャー7に集約するコードになりますので、ライン書いてないですけども、線引いてないですけども、こちらもね、F のドレミファソラシドで弾けるというものになってます。このようにね、ダイアトニックコードだったり、ダイアトニックコードからちょっと変化したもの、まあ、正式な言葉ではないんですけども、この2度7、3度7、6度7のことを僕は純ダイアトニックコードというふうに呼んでますけども、まあ、ダイアトニックのドレミファソラシドでそのまま弾いても、まあ、そんなに問題ないというかね、まあ、初期の段階はですけども、まあ、表現できやすいですよというようなコードになってます。で、最初になんでこういう練習をしてもらいたいのかっていう話を少しここでしておきたいんですけども、やっぱり細かいコードっていうのは、例えばコードトーンだったりとか、まあそういったドレミファソラシドのものが慣れてきたら、ターゲットノートを狙ってもらう練習だったりとかを話してるんですけども、そうなった時に、やっぱり細かいところに目を向けていくというのは、まあ実際音を狙っていく、音を操作していくということになってきますので、まあ頭の中でね、理屈的に弾いていかなきゃいけない部分が多いんですよ。
しかしこのドレミファソラシド、まあそのアドリブのね、ディスの中で細かく話しましたけども、まあそのものね、しっかり見ていただくとわかると思うんですけども、まあその頭でっかちにね、何の音を考えてとかっていうんではなく、そのコードの響きを意識して耳で演奏していくというのがすごく重要なんですよ。で、この耳を鍛えるっていうのは、まあもちろん難しい側面もあるんですけども、ただ、例えばよくみんな言われるようなロストっていうのがあるんですよね。コード進行を、まあどこやってるかわからなくなっちゃう。で、これが、まあロストするとか、ロストした時に戻れないっていうのはなんでかというと、音を聞いてどこやってるかわかんないってことなんですね。で、実はその音を聞いてどこの演奏してるかわかるっていうのが非常に重要なんですよ。もちろんロストに対してもそうですけども、それ以外にも美味しい音がイメージできるか、コードの音の距離感が、まあ、具体的に言えなくてもなんとなくこっち行ってるなってわかるかどうかっていうのがめちゃくちゃ大事なんです。初期の段階から大事です、これは。で、もちろん、めちゃくちゃ上手くなっていっても、すごく大事なポイントです。まあ、ジャズをやる、ポップスをやる、まあ、ポピュラー音楽ですよね。僕、ジャズも全部、演歌も、ロックも、ポップスも全部ポピュラー音楽だと思ってます。同じものだと思いますけども、なぜかって同じように作られてるからなんですね。リズムはちょっと違ったりしますけど、で、その上で何か一番大事かったら、やっぱり、まあ、語弊を恐れず言うなら、耳かなと思うんですよ。で、その耳をきちんと育んでいくために、このドレミファソラシドでしっかり音を聞いて、美味しい音なのかなって、まあ、細かい話はね、またそのリストで見てもらいたいんですけど、そういったものが、育つってことなんですよ。耳が育てられる、そしてロストしても戻れれるようになる。結構これってね、多くの方が悩んでると思いますので、これができるとね、まあ、この改善のためだけにと言っても、やってもいいっていうぐらい、やっても損ないぐらいの練習だと思いますので、ぜひね、そんな感じでやってもらいたいなと思うんですよ。ではね、ここで一回区切った後に最後に適してる曲、そして適さないとこってどうしたらいいのかなというふうな話をして終わりにしようかなと思っております。はい、どうもです。ではね、いろいろ話してきましたけど、最後にね、具体的に、まあ僕がよく最初の方でお勧めしている曲をいくつか取り上げて解説、話をしていこうかなと思います。で、まあもちろんその曲だけではないので、最終的にはね、今日話してもら、したようなもので、ご自身でね、向いてる曲とか探してもらえるといいかなと思いますし、好きな曲とか向いてるかなって見てもらえるといいかなと思います。そしてそれ以外の場合ってどうしたらいいのかっていうのも、ちょっと最後に説明して終わりにしようかなと思います。で、まずですね、曲具体的にいくつか挙げていこうかと思うんですけど、今さっき最初に取り上げた There Will Never Be Another ですね。in C 読みの E フラットメジャーキーです。で、全部ね、in C 読みのキーで言ってきますので、各々のね、楽器の方、ご自身のやつに転調してみてください。それ以外にですね、もう一つ今さっき挙げたもの、The Days of Wine and Roses ですね。酒バラという曲です。これが F メジャーキーになります。そして、F メジャーキーだとそれ以外に I'll Close My Eyes というのも結構向いてます。スタンダードの初期としては結構人気のある曲なんじゃないでしょうかね。それ以外にもパッと思い浮かぶとこだと、まあ C メジャーキーとかだったりすると、これも非常に有名な Fly Me to the Moon という曲も、まあ結構向いてるんじゃないかなと思います。ただね、Fly Me to the Moon はね、結構同じようなコード進行が出てくるので、場所がわかるようになるという意味で言うと、ちょっとね、同じようなものが続くので、難易度が高いかもわかんないので、他の曲からやってもらえるといいかなと思います。あとちょっと違う曲も違うコードも入ってきているのでちょっと表現難しいですけど B フラットメジャーキーだと、There is no greater love っていうまあこれも人気のある曲ですけどもこちらも向いてるんじゃないかなと思います。それ以外にも B フラットメジャーキーだとモリタットマックザナイフっていう曲もまあ結構向いてるんじゃないかなと思います。それ以外にも、G メジャーキーですね、これも昔取り上げましたけどラブレターズもちょっと違うコード入ってますけどもまあちょっとご了承になりますけどもまあ練習になるんじゃないかなと。 G メジャーキーの曲もねまあいくつかありますけどもまあ他の例えばイースオブザサンとかこの間取り上げたノーグレタラブとかもちょっとねおしゃれなコードが入っているのでちょっと表現が難しいところがあるので、まあなんか今挙げたねここら辺にバッと出てるかもわかんないですけどこの辺からまずやってもらえるといいかなと思います。そしてこれまで話してきたようにダイアトニックコード外の場合どうしたらいいのか、もちろん今回もちょこっと出てきましたけどコードの中にこういったものっていうのは少し前にアウトオブノーウェアという曲で取り上げましたけども、まあ違うキーのドレミファソラシドを考えてみたりとか、違うキーのドレミファソラシドのダイアトニックスケールのものから考えてアプローチしてみるとか、まあいろんな練習があります。で、それも単純にスケールを並べるとかではなく、その動画でも話しましたけど、やっぱそのどこの音に狙うかとか、もうなんだったら、そういったものをいっぱい、人の音源を聞いて研究するとか、フレーズ自体も研究してみるとか、いろんな大事なポイントはありますので、まあ、そう音を狙っていくとか、まあスケールを変えたりとか、まあちょっと難しいテクニックになってきますので、今日ね、ひとまずこの上げたものだったりとか、曲だったりとか、
もしくはね、最初に説明したものから、まあ、ご自身でね、好きな曲とかこれできるかなとか考えて、練習してもらえるといいかなというふうに思います。まあ、そんな感じでね、今日は、ジャズのね、アドリブソロなど、初期とかに、特に向いている曲、練習に向いている曲ということで、具体的な話をいくつかしてきました。でね、ちょっとこれ久々にね、難しい話最近いっぱいしてるので、次回ぐらいに、まあその、今日挙げたアナザーユーをもう一度取り上げて、まあ最近ね、レッスンとかでも教えた方とかで、結構ね、いいポイントとかね、あ、ここで悩んでる人いるのかなっていうようなとこもね、新たな気づきもありましたので、まあそこら辺もちょっとシェアしながら、またね、初歩的な練習の具体的解説とかもね、次回しようかなと思ってますので、もしね、今日初めて見られてる方とかね、もちろんね、再生リストとかも見ていただきたいんですけども、次回もね、具体的に話しますので、もしね、今日初めて見られてる方とか、チャンネル登録まだお済みでない方いらっしゃいましたら、何卒ね、チャンネル登録をしてお待ちいただけると嬉しいなと思います。チャンネル登録よろしくお願いいたします。そして今日も少しでも面白かったとか、ためになったとか思っていただけた方、合わせてグッドボタンも何卒よろしくお願いします。では、本日はこれにて終わりにしようかと思います。また皆様にお会いできる日を楽しみにしております。ありがとうございます。失礼します。